はい、どうも、こんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、セゾンカードデジタル 10% オフキャンペーンについて問い合わせてみたということで、今回はセゾンカードデジタルについてですね、この動画では以前僕がね、動画でアップしたセゾンカードデジタルの 10% オフのキャンペーンについて、気になった点についていくつか問い合わせて聞いてみましたので、発行の検討されている方はですね、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう。で、セゾンカードデジタルについての動画は以前アップしておりますので、まずはそちらから見ていただければ、今からお伝えする内容がしっくりと内容入ってくるのかなというふうに思います。で、その時の動画では、一応デジタル、まあ、Apple Pay に登録したカードまでは発行できてるんですけども、リアルカードがですね、やっと届きまして、こちらセゾンカードデジタルウェルカムというふうに来ておりまして、で、実際に開くとこんな感じのカードとなっております。めちゃくちゃシンプルですよね。確かに、国内初のナンバーレスカードということで、ちょっと隠している部分はですね、僕のお名前がここに入っております。一応プラスチックカードということで、もう本当にね、触った感じはもうしっかりめな、まあプラスチックのカードだなっていう感じはします。一応ビザではあるんですけども、タッチ決済はできませんので、ちょっとここは注意ですね。で、カードの裏面はこんな感じとなっております。で、一応ですね、隠してはいるんですけども、問い合わせ番号というのは出てるんですが、おそらく自分を証明するための番号だと思うんですけども、特にね、ここにカード番号であったりとか、セキュリティコードとか有効期限とか、そういったものは特に記載されてませんので、本当にね、カードの表面だけ自分の名前が確認できるというようなカードとなっております。で、早速なんですけども、今回気になったのが、セゾンカードデジタルの 10% 最大5ヶ月の 10% オフのキャンペーンということで、まあ、この時の動画でアップした時に、視聴者様からいくつかコメントをいただきまして、その時のコメントを参考に問い合わせを行いました。で、それにプラスアルファでね、僕が気になったことも問い合わせてみましたので、まあ、実際にその時の音声をちょっとだけ残しておりますので、聞いていただければと思います。で、電話の流れなんですけども、事前にいくつか質問してまして、そこから折り返しの電話があった状態からスタートしますので、若干ですね、これどういうことみたいなことを思うかもしれないんですけども、まあ、質問の内容とか回答はある程度字幕を残してますので、そちらを見ていただければと思います。それではどうぞ。はい、ありがとうございます。まあ、1点目に相談いただいていた、AU Pay のチャージであったり、スイカについてでございますが、はい、特にご利用については、規定がないので、はい、キャッシュバックの利用期間の、そのショッピングご利用分のトータルした合計についての、10% オフ対応になります。ああ、なるほど。あ、じゃあ、とりあえず、まあ、使えばいいみたいな感じってことですね。それでございます。はい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 。キャッシュバックについては明細ごとではなく、トータル分に対して 10% キャッシュバック。で、1ヶ月のキャッシュバック上限については1000円になります。ああ、そういうことですね。はいはいはい。続いて2点目のペイペイについてなんですけれども、はいはい。もう利用ができたら対象ということになります。あー、なるほど、そういうことですね。ペイペイのクレカ払いが登録できるのかどうかについては申し訳ないんですけれども、もっとペイペイ側のシステムでまた確認お願いすることになります。わかりました、大丈夫です。はい、あ、はい、恐れ入ります。はい、3点目、はい、前からパールアメリカンエクスプレスを持っているので、今回対象にならないかどうかの確認なんですけれども、はい、パールはもちろん対象にならないんですが、はい、ビザについては今回対象になります。あ、なるほど、ビザについては対象と。はい、でございます。なのでビザカードで少しご利用お願いすることになります。まあ、とりあえず僕はセゾンパールアメックスを持ってるけども、今回のセゾンカードデジタルを新たに作成しても特に、まあ、そういったのは関係なし、まあ、キャッシュバックの対象ということでいいってことですかね。はい、でございます。ただ、ご利用についてはビザでの利用が必要になります。ああ、OK です。ビザのでの利用。今回のこのセゾンカードデジタルでの利用ってことですね。はい、でございます。ビザでの利用ってことですね。すいません。なので、また、それはご利用についてはご注意お願いいたします。はい、了解です。ありがとうございます。で、最後は特典の2つ目ですね。お客様がおっしゃられていたご質問が、まあ、入会日7月11日なので、まあ、期間の9月の10日までに、はい、その1回でも確認が取れればいいのか、はそうですね。それとも何回か複数回、はい、その、まあ、期間か、それかその、まあ、過ぎてからも必要なのかどうか。あ、そうですね。そのご質問については申し訳ないのですが、そう確認、担当との確認が必要でして。あ、わかりました。大丈夫です。こちら、キャンペーンの係がですね、ゴールデンウィーク中お休みなので。
ということでね、今が通話の記録でございました。まあ、簡単にまとめるとこの4つということで、まあ、せっかくなので上から順に見ていこうと思うんですけども、まず1つ目は auPay とか Suica などの電子マネーのチャージも対象ですかということだったんですけども、とりあえず結論で言うと、とりあえず使えば 10% オフの対象ということですので、一応ね auPay にはセゾンカードでチャージができたりとか、あと Suica でもチャージができるので、そこからとりあえず1万円分決済をすれば1000円分のキャッシュバックがされるということになります。なので僕の場合に関してはこの4月の入会とはなるので、まあ1回目で入会日から6月の10日までの間に1万円分使うと、でそうすると還元月が8月4日になるっていうことになるので、まあ若干先にはなるんですけども、まあその間にスイカのチャージであったりとか、まあ auPay でチャージしたりとか、まあそれらも対象となるということですね。ちなみにですね、セゾンカードデジタルの場合、カード番号の確認方法はこのセゾンポータルっていうアプリがあるんですけども、ここにカード番号の確認という項目があるので、これをタップしたらこのような画面が出てきます。カード番号確認ということで、カード番号とか有効期限、そしてセキュリティコード、カード名義ということで、ここで情報を確認することができますので、まあ基本的にはね、ここで情報を確認していただくということになります。でこのカード情報をもとに、例えばですね、まあ先ほどお伝えしたスイカなんですけども、最近ね若干ちょっと仕様が変わったんですけども、もしねスイカでクレジットカードでチャージする場合は、右下にスイカ管理っていうのがあるので、これをタップするとこういった画面が出てきます。チケット購入スイカ管理ということで、下の方にですね、ここにクリス登録クレジットカード情報変更というのがあるので、これをタップするとクレジットカードの情報、今僕がねこのカードを登録してるんですけども、ここでね削除したりとか変更するっていうことを行えば、今のセゾンカードデジタルも登録して、例えばスイカに1万円分チャージとか、まあそういった方法でも OK ですよということになります。結構簡単ですよね。で続きまして2番目の PayPay のクレカ払いも対象ですかということなんですけども、連携がもし可能であれば決済すればですね、一応 10% オフということになります。まあね、ちょっとセゾン側で PayPay の仕様がもちろん分かるわけではないので、もし連携して決済すれば 10% オフなので、ニュアンスとすればとりあえずね使えば OK みたいな感じのニュアンスに近いかなというふうに思います。で PayPay の場合に関しては、この PayPay の画面の右下のアカウントというところがあるので、これをタップするとこういった情報が出てきます。ここの右側にですね、支払い方法の管理っていうのがあるので、これをタップすると支払い方法の管理画面が出てきまして、ここにですねクレジットカードを追加っていう項目があるので、これをタップします。そしたらですね、クレジットカード追加をここで情報を入力して、もろもろの入力ができると、ご覧のようにクレジットカードを追加しましたということで、現在の利用上限金額は5000円です。利用上限金額を増額するには本人認証 3D セキュアしてくださいということで、確かねまだちょっと調べきれではなかったんですけども、おそらくセゾンカードには 3D セキュア設定することができますので、それさえすれば5000円以上使うことができるかなと思います。ちょっとね、僕この動画を撮った時にはまだ設定できてなかったので、とりあえず5000円なんですけども、とりあえず現時点では登録はできたので、あとはこの支払いの時にいつもねバーコードで提示する画面だと思うんですけども、ここの PayPay 残高っていうところですね、タップすると支払い方法の選択画面が出てきます。いろいろ登録してるんですが、ここにね先ほどのセゾンカードデジタルを登録してるので、ここをタップして、あとはクレカ払い、これで設定した状態で PayPay で決済すれば PayPay のクレカ払いも対象ということで、今回の 10% のキャッシュバックの対象ということになります。なので登録さえすればね、結構簡単にキャッシュバックの上限もクリアできそうですよね。そして3番目のセゾンパールアメックスを所持しててもキャンペーンの対象ですかということなんですけども、こちらに出てる通り 10% オフの対象ですよということですね。まあセゾンパールアメックスについてはね、まあちょっと前ぐらい、ちょっと前、結構前にね一度動画でアップしてるんですけども、こちら今左上に出てるこのアメックスのカードですね。なのでもしねセゾンパールアメックス持っていても、今回のセゾンカードデジタルを作ったとしてもキャンペーンの対象とはなるので、もしね作成を検討されてる方についてはまあ安心してキャンペーンに参加することができます。で最後4つ目のね、特典2の1回でも決済が確認が必要か、もしくは複数回決済が必要ですかっていうことだったんですけども、これについては一応ですね、後日分かり次第ですね固定コメントに追記させていただきます。っていうのもですね、問い合わせの時にまあキャンペーンの担当の部署というのがですね、なんかやっぱゴールデンウィーク中だったのでお休みに入ってるみたいだったんですよ。なのでまあ分かり次第ですね、僕に折り返しの電話があるということだったので、まあそれが分かり次第ですね、この動画の僕のコメント欄の一番上に固定コメントとして追記をさせていただきますので、もしねここら辺も気になる方はまあ随時ね僕のこの時の動画また見ていただければと思います。まあそんなこんなで今回はセゾンカードデジタルの 10% オフのキャンペーンについて気になったことを問い合わせてみたということについてお伝えさせていただきました。まあ、今回ねこのセゾンカードデジタル実際に作って、まあ実際どこで使おうかなというふうに迷っていたとこではあったんですけども、まあスイカのチャージが対象であったりとか、あと他にも
auPay のチャージのキャンペーンの対象であったりとかもするので、まあ、それと合わせれば auPay がね、キャンペーンをしてたりとかすれば、まあ、その時と合わせてね、使えば効率がよく使えるのかなというふうに思います。まあ、他にもね、こういった方法がおすすめですよとか、この方法の方がかなり効率的に使えますよっていうようなコメントがあれば、そちらも含めてコメントいただければと思います。で、前回お伝えさせていただいたセゾンカードデジタルの動画については、一応こちらも概要欄にリンク貼っておきますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。